栃木プレゼンツチームエイト本田ひとみの恋とち。皆さんこんにちは。 AKB48 チームエイト神奈川県代表の小田えりなです。今日はひーちゃんに代わって私が栃木に恋しちゃいますよ。本日乗る車はこちら、新世代のスポーツカーに生まれ変わったカローラスポーツです。カローラスポーツはハッチバックスタイルも12年ぶりに復活。走る喜びを感じる走行性能で車本来の楽しさを実現しました。また車とドライバー、街や社会がつながるコネクティッドカー第2弾でもあります。今日はカローラスポーツに乗って栃木市へ出発します。私が訪ねたのは北関東自動車道津賀インターチェンジから車でおよそ10分、農産物の生産販売を行う観光農園あぐりの里。今回ご紹介いただくのは観光農園あぐりの里でいちごの生産を行うアグリテック栃木の堀金康さん。いちご王国栃木の美味しいいちごを育てています。私今日いちご狩りができるということですっごいワクワクしてます。私栃木県のいちごが大好きなんです。ありがとうございます。そう言っていただけると生産者としても嬉しいです、うん、ビニールハウスは何棟ぐらいあるんですか？当農園ではおよそ30棟ありまして、とちおとめが20棟、うん、でとちひめが10棟あります。とちひめですか？私初めて聞きました。どんなイチゴなんですかね？それは食べてからのお楽しみで、まずはとちおとめのハウスにご案内しますね。よろしくお願いします、はい、じゃあご案内します。お願いします。どうぞ。すごくいい香りですね。真っ赤なイチゴがいっぱいですね。美味しいイチゴの選び方とかって分かりますか？色が真っ赤なイチゴとかですかね。もちろん赤いやつは美味しいんですけど、はい、その中でも形に注目してもらいたいんですけど、はい、ヘタの部分がちょっと細くなってるとっくり型のいちごが甘い傾向がありますね、うん、とっくり型、はい、なるほど。じゃあいちご狩り、とっくり型のいちごを探していっぱい食べていきたいと思います、はい、このいちごを食べたいです。はい、こう指と指の間にいちごの方を挟んでもらって、うん、はい、で手首をこうひねる感じですね。お、はい、お取れました。いちごっていうのは、はい、先の方が甘みが強いんですね、はい、なんでヘタの方から先に口に入れていただいて、最後に甘い方を口に入れると甘みが最後まで口の中に残る。いただきます、はい、おいしい。みずみずしくてヘタの方から食べるなんて知らなかったです。すごくいいこと聞きました。とちおとめは、はい、甘みと酸味のバランスがよくて身がしっかりしててケーキとか生クリームにもとても相性のいいいちごなんです、うん、すごい美味しいです。質問なんですけど、30分間で最大でどれぐらい食べた方いますか？そうですね、聞いた話では80個ぐらい。80個ですか、はい、続いて気になっていたとちひめのハウスへ。おお、すごい大きいですね。一般的なとちおとめと比べてもこんなにサイズが違うんですね。すごい、はい、今話題になっているスカイベリーよりも前に開発されたイチゴで、実が大きめで、はい、とても柔らかい、うん、酸味の少ないイチゴなんですね。いただきます。甘い、美味しいです。でもスーパーで売ってるところ見たことがないですよ。そうですね、水分量が多いんで、はい、とても傷つきやすくて日持ちがしないんで、流通してないんですね。じゃあ栃木県でしか食べられないイチゴということですか？そういうことになりますね。美味しい。ぜひたくさんの方に栃木県に来ていただいて、美味しいイチゴをたくさん味わってもらいたいと思います。とちおとめもとちひめも食べられる観光農園あぐりの里、ぜひ皆さんもお越しください。私もいっぱい食べていきます。